FX 比較スノーキーのブログの管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では FXCM ジャパン証券の評判とタイアップについてお話ししていきたいと思います。なお、この動画は投資を勧誘するものではありません。また安全性、確実性を保証するものではありません。投稿時の情報をもとに作成されており、最新の情報であるという保証もありません。投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。またこの動画は、小手川幸也が個人的に制作したものであり、FXCM ジャパン証券さんは関係ありません。ということで始めていきたいと思います。まず、FXCM ジャパン証券の特徴ということで、このような特徴を挙げました。先通貨取引の手数料が無料である。そして、平日24時間電話サポートがある。 FX プレミアム、メタトレーダー4、メタトレーダー4は、自動売買にも使われるプラットフォームですね。あと私もチャートツールとして使っております。そして、選択型ミラー、システムトレード、選ぶだけで自動売買ができる、ミラートレーダー、そして、FX と非常によく似た仕組みで、株価指数や金原油などの取引ができる CFD の口座もあるということですね。この、動画投稿時では、ニューヨークの株価指数、アメリカのニューヨークの株価指数と、日本の、日経225の株価指数と金と原油が確か取引できたと思います。そして、法人口座の最大レバレッジは約250倍というハイレバレッジで取引ができます。そして、NDD 業者であるということで、その NDD という、用語ちょっと聞き慣れないかもしれないので、NDD とはということで、このようなことになりますね、説明は。NDD 業者とはノーディーリングディスクの略で、ディーラーチェックを行わない業者のことで、レートの透明性が高いと言われています。言い換えますと、ほとんどの、店頭業者と呼ばれる業者は、ディーラーチェックを行っているということですね。このディーラーチェックというのはちょっと、ややこしいんですけども、私たちが、FX 業者に注文を出します。そしてその注文はインターバンクというところに流れていくんですけども、それを多くの FX 業者では、全てを流さなかったりとか、マリー取引とか言われるもんなんですけども、そのようなことをしているところが、一般的に多いという。で、一方のその FXCM ジャパン証券さんは、それを行っていないNDD 業者であるということですね。はい、ではその、NDD 業者でだと、であるその FXCM ジャパン証券さんを、利用するメリットというのは何かということで、まず、リクオート、約定拒否がないということですね。注文をそのまま流すので、約定拒否が発生しない、しにくいということです。そして、差し値、逆差し値制限がないということですね。一部の FX 業者の場合は差し値制限とか逆差し値制限といって、成立した注文から、何ピップス、何銭か離れていないと注文が出せないというところがあります。そして、スキャルピング制限がない。これ言い換えますと、スキャルピングトレード、超短期売買を繰り返すことをむしろ歓迎しているのではないかと思います。はい。そして次も、大口トレーダーさんには非常に嬉しいところだと思うんですけども、取引サイズの制限がない。はい。取引サイズの制限がなくて、1取引の最大数量は、米ドル円の場合5000万通貨です。ただしちょっと部分約定したりする可能性もあるらしいんですけども、多くの FX 業者では、300万通貨ぐらいに1取引の最大数量は設定されています。なので、非常に大きい、サイズの数量が発注できるということです。そして、ポジティブスリッページが発生することもあるということで、ポジティブスリッページって何なのかと言いますと、FX の注文を発注した時に、発注した時よりも、実際に約定したレートが離れてるというか、悪い状態で約定すること多いんですけど、その悪い状態のことは、ネガティブスリッページ。一般的に、スリッページって呼ばれるものは、大体ネガティブスリッページなんですけども、滑るとかね、注文が滑って、思っていたレートじゃない、レートで成立したっていうこともあるんですけども、
そのネガティブの逆のポジティブ、私たちのトレーダーにとって得するスリッページが発生することもあるということが、まあ、特徴ですね。はい、そんな、特徴を持つ、FXCM ジャパン証券さんと、スノーキーのブログとの限定タイアップという限定特典がつくキャンペーンをやっておりまして、スノーキーのブログ限定特典ということで、まあ、FX 比較スノーキーのブログで検索していただくか、もしくは FX スノーキータイアップで検索していただきますと、私のブログが出てくるかと思います。そして、はい、これは、私のブログなんですけども、ここの上にヘッダー画像と呼ばれる部分の下にこう限定キャンペーンというボタンがあります。こちらをクリックしていただきますと、この FX スノーキータイアップというページに飛びます。こちらに、私のブログ限定タイアップキャンペーンがいくつか、まあ、掲載されているんですけども、その中にこう FXCM ジャパン証券さんの、まあ、バナーもありますし、横に詳しくはこちらというところがあるので、こちらをクリックしていただきますと、まあ、その FXCM ジャパン証券タイアップというページに飛びます。こちらに、まあ、タイアップキャンペーンの申し込み方法であったりとか、そのプレゼントの内容などが詳しく書いていますので、よかったらこちらもご覧になってみてください。ということで、この動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。